ございます、健です。今日もテスラの最新ニュースをお届けしていきます。今日はモデル Y の新バージョンが量産開始かアメリカで特典終了と価格改定が進行中。さらにイギリスではテスラが全く新しい事業に乗り出そうとしています。ぜひ最後までご視聴ください。まず最初のニュースは中国上海ギガファクトリーで新型のモデル YL が ついに量産に入った可能性が高いという話題です。このモデル YL はいわゆるロングホイールベース仕様で最大の特徴は3列シートの6人乗りです。セカンドローにはキャプテンシートが採用されていて後席への乗り降りもしやすくなっています。搭載されるのは LG 製の 82kWh リチウムイオンバッテリーで CLTC 基準の航続距離はなんと 751km。 フロントモーターは 142kW、リアモーターは 198kW のデュアルモーター構成です。さらにこのモデルは中国の工業情報株の新エネルギー車リストに掲載されているため、 購入時に税制優遇を受けることができます。つまり実質価格が下がることでモデル X のような高額 SUV までは手が届かないけれど広い室内と3列シートを求める加速層にとって魅力的な選択肢になるわけです投資家目線で見るとこのモデルは既存のモデル Y 生産ラインを活用できるため大きな設備投資をせずに新しい市場セグメントを開拓できるという点がポイントです 生産効率が高まり、利益率にもプラスの効果が期待できます。では続いてはアメリカからのニュースです。テスラはモデル Y とモデル3の在庫車を対象にした無料アップグレード特典、これを終了すると発表しました。 適用期限はモデル Y が8月11日まで、モデル3は8月18日までとなっています。この特典終了に合わせるように、モデル Y のリース価格も最大で14%引き上げられました。そして納期もこれまでの1から3週間から4から6週間に延長されています。対象はモデル Y の全バリエーションと一部のモデル3カスタムの注文です。背景には、 アメリカでの7500ドル EV 税額控除が9月末で終了するという大きな要因があります。この控除がなくなる前に注文を確定させたいという顧客が殺到し、結果として納期が伸び、リース価格も上がっているという状況です。投資家視点では、これは第3四半期の販売台数を押し上げる短期的な追い風になります。ただし、 得点終了と税額控除の終了が重なる第4四半期には需要の反動減が起こる可能性が高く、この点には注意が必要です。では、ここからは 税額控除終了に伴う受注ラッシュの全体像を見ていきます。アメリカでは7500ドルの EV 購入税額控除が2025年9月末で終了予定です。この制度が終わる前に新車を手に入れようと全国的に注文が急増しています。バーロンズの分析によるとこの需要増はテスラにとって第三四半期の業績を押し上げる要因になっています。実際モデル Y だけではなく 一部のモデル3でも納期が4から6週間に伸びているのはその証拠です。ただし、市場全体を冷静に見ると、アメリカの EV 販売は前年同期比で約6%減少していて、テスラも第1市販機と第2市販機でそれぞれ約13%の販売減となっています。つまり、今回の受注ラッシュは短期的なブーストであって、構造的な需要回復とは言い切れないんです。 投資家視点では、このブーストの後にやってくる可能性のある反動減これをどう織り込むのか、これが重要です。イーロン・マスクさん自身も、今後数四半期は厳しい局面になると発言していて、株価は短期的には上がっても、中長期では受給の調整を覚悟する必要があると思います。では、最後のニュースです。最後のニュースはイギリスからです。テスラがイギリスのエネルギー規制当局、 オフゲムに対して家庭や企業に直接電力を販売するためのライセンスを申請しました。これが承認されれば、イングランド、スコットランド、ウェールズの家庭向けにテスラブランドで電力供給が可能になります。開始は早ければ来年にも実現する見込みです。 ここで皆さんが少し混乱しやすいのが、あれテスラって前にもイギリスで電力事業をやってなかったっけっていう点です。こちらは先日お伝えしたオクトパスエナジーとの提携によるパワーウォールや太陽光発電の余剰電力をグリッドに売ることができる VPP、仮想発電所サービスを提供していました。ただしこれはあくまでオクトパスの仕組みを使った提携型サービスでテスラが直接電力を販売していたわけではありません。 今回のテスラエレクトリックは全く別物で、テスラ自身が電力小売事業者として市場に参入する動きです。言い換えれば、パートナー経由から自社直販へのステップアップです。投資家目線で見ると、これはテスラのエネルギー事業の収益源をさらに広げる可能性があります。特に車両販売が減少傾向にあるイギリス市場において、新たな成長ドライバーになりうる動きです。 はい。ということで、今日のニュースをまとめていきます。テスラは車両、販売戦略、エネルギー事業、この3つの分野で同時に大きな動きを見せています。オーナー視点では、モデル YL の登場で選択肢が広がり、特典終了や価格改定で今後の購入のタイミングが重要になってきます。 投資家視点では短期的な受注ラッシュは Q3 の業績を押し上げますが Q4 以降には反動減のリスクがある点に注意が必要です。そしてイギリスの電力事業参入は長期的な収益の高く化の鍵になりそうです。ではここで皆さんに聞いてみたいと思います。もし皆さんがイギリス在住でテスラが自社ブランドで電力の販売を始めたら契約したいと思いますか また、今回のモデル YL や価格改定の動きは、オーナーさんとしてはどう評価ですかそして株主としてはどう評価されますか ぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた 推進です。先日、英語のアンケートを取りました。こちら、X と YouTube で取ったのですが、割と興味のある人が多かったので、その人たちに向けて英語のサービスをしたいと思います。提供するものとしては、英語の台本。 英語の音声データ、そしてオープンチャットを作ってでのグループでのやり取りです。こちらですが、無料での提供。これも考えたんですけれども、無料での提供っていうのは、僕が時間を使って作ったものに対して価値がないという意味にもなります。それなりに時間を使って作っているということ。あとは、無料での提供だと、実際にコミに入ってもやらない人が多くなります。だって、やろうがやる前が無料なので、別にいいやってなります。それだと 僕もももせせっかくサービスをを提供してて価値をゼロに下げるようなものなののでで有料でやらせていいいたただきたいと思います僕が英語の資料など参加された方に対して提供する時間1日1分ぐらいでできるんじゃないかなと思っていますけれども時給1000円で換算すると1分で16.7円になりますそれを毎日月30日にやるとちょうど500円になりますなので500円で提供します毎日新しい情報での英文と英語の音声を提供するサービス で500円は安すぎるかなと思いますが実際に僕の仕事ベースでの時間で考えた場合には月に500円これだと勉強するにしてもそこまで負担にならないかなと思いますということでやってみたいなと思われる方は僕の公式ラインの方から問い合わせの方をください期限は明日までですそれ以降は次の募集をするまで受け付けませんよろしくお願いいたしますはいでは本日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいではまた